どうもワニです。こちらはですね。こちらまあ埼玉県のまあとあるところにあるなんかふるさと牧場っていう、まあ、ヤギとかあと何がいるんですかね。まだ羊だとか、まあアヒルだとか、まあ、小動物が中心ですね。こちらね。そういうね、いろんな生き物を飼ってるふるさと牧場というところがあるんですけども、そちらの、まあ、千野さんという方ですね。今日よろしくお願いします。お願いします。今日その千野さんがなんかとあるエミュー牧場から今回なんかエミューを引き取ることになったと。いうことでエミューをこれから、まあ、捕まえて車に積んでふるさと牧場に運ぶんですけども、それをね今回お手伝いさせていただくことになりました。お願いします。お願いします。俺もゆくゆくはねエミューを飼いたいと思ってる身なんで、エミューをどう捕まえるのかとかどう移動させるのかっていうのはちょっと勉強しておいて損はないなと思いまして、今回こちらでね参加させていただくことにしました。じゃあよろしくお願いします。お願いします。はい、こちらがエミュー4匹います。もう大きな大人のエミューですね。いや、いつか飼いたいけど今は無理だ。広々した環境で飼われてますね。捕まえたエミューを入れる木箱を運んでいます。スペースがあると暴れてしまうので、あえて体のぴったりのサイズにして動けなくすることによって余計な体力の消耗や怪我を防ぐことができます。エミューたちはそれほど人間を恐れるという様子もないですが、一定以上近づこうともしません。一匹だけおとなしかった子を元のエミュー牧場の牧場主さんが捕獲しました。股で挟むのがいいんですか。そうですね、もう乗っちゃって体重かけても。跳ねますよ、跳ねますよ。この中に餌でおびき寄せる作戦らしいです。早速一匹エミューが入りました。木の板で逃げられないように蓋をしています。かなりパワーのある生き物なので歩かせるのも一苦労です。これエミューって何キロぐらいあるものなの。これで何キロでしょう。だいたい成長で30か。エミューの力すげえ大変だ。さっきねあまりのパワーにもびっくりして離しちゃったんですけど、今度はもうそれを踏まえて本気で。あかん。今がチャンス。よっしゃ。
よし、なんか狙った感じじゃなかったけど、ちょっとしゃがんでしゃがんで、下に自分が倒れる倒れる、前危ないな、跳ねるよ跳ねるよ跳ねる跳ねる跳ねる、狙い通りじゃなかったけど、なんとかうまいこと捕まえられましたね。はい、なんとかもう4匹収納できました。いや、思ったよりパワーファイト、疲れた。これを今から、千野さんの牧場に運んでいきます。はい、到着しました。せーの、どんどん下ろしていきます。あら顔出してる。じゃあエミューを放っていきます。ほれ、あっちだよ、あっちあっち、あっちあっち、そっか、みんな向きこっちだもん入れた時よし、じゃあどんどん行きましょうね。お、行ってるか、出た出た、おお、はい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 、特に怪我とかもすることなく無事にみんな着きました。こいつか、そうだ、でかいやつ、うん、でっかい、いいね、広々した場所で。みんな落ち着いてます。はい、というわけです。またね、最後夜になっちゃったんで日中来ました。元気そうですね。無事移動が終わってよかったです。なんかね、このボールを見せてあげるとボール遊びするみたいですね。あ、見て見て、ほれ、あ、びっくりした、ほり、やっぱまだ人間に慣れてない感じですね。ほり、めちゃめちゃびっくりさせる。いや、しかしめちゃめちゃ大変でしたね。エミューって俺が今まで飼ってたやつとか、動物園とかで見るやつはすごい人に慣れてて、もうああいうやつらを想定してたんで、もちろんおいでって普通にこうやっていけるかなと思ったんですけども、このエミューたちが人間の食用、食肉用に育てられてたやつだったんで、あんまり人に触れ合ったりされてない、人にあんまり慣れてないエミューちゃんたちだったんで、やっぱりもう人間からすごい逃げるし、捕まえようとすると暴れるんですよね。だから本当に予想以上にめちゃめちゃ大変でした。でもまあ無事なんとかね、人間もエミューも怪我なく運ぶことができてよかったなと思います。まあ、今後ね、ここで飼育されていくにあたってだんだん人に慣れていくんじゃないかなと思いますね。という感じで今回の動画はこれで終わりです。まあ、俺もまたね、いずれエミューを飼育したいと思ってるんで、そのエミューを飼育する時のお勉強になったなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。